こんにちは、神田です。今日は新潟山形戦について神田なりに詳しく分析したことをお伝えしていこうと思います。試合開始、秋山選手がボールを奪い返してドリブルで前に持ち運んでる時に水戸選手が中に立ち位置ポジションを取ってきている。伊藤選手がサポートに立ち位置ポジションを取ってここでボールを受けていく。伊藤選手とワンツーで秋山選手が山形の選手を剥がして前進していく。サイドを秋山選手が駆け上がっていき、前向きの水戸選手にパスを出していく。その後ろから伊藤選手が駆け上がってくる。戦況を見ている山形のクラボフスキー監督は試合開始すぐいきなり新潟さんに数的同数を作られてピンチになっているんじゃないのかというような感じで試合の様子を見ていると思うんですよね。ですけど水戸選手が伊藤選手にパスを出したらサイドの山形の加藤選手、ボランチの藤田選手、南選手が自陣に戻って守備をしていく。この辺が山形の全員守備を徹底しているところ、去年から見ていてかなり意識を持ってやっているなと思います。で、水戸選手が要所要所で中でボールを受けるとチャンスを作れていたなと思います。これが新潟がやってる戦術オーバーロードっていうシーンなんですけども、左サイドに山形の選手を集結させている。堀米選手が1枚剥がして水戸選手に縦パスを入れていく。ここで水戸選手が真ん中に立ち位置ポジションを取っていく。その水戸選手に縦パスを入れてダイレクトで堀米選手にリターンをしていく。堀米選手が再びボールを受けて今度は逆サイドに展開して山形のプレッシャーを打開していく。オーバーロードの戦術を使いながら、山形のプレッシャーを剥がしていっていたなと思います。新潟の秋山選手がセンターバックの間に落ちて立ち位置ポジションを取ってビルドアップに参加していく。秋山選手から縦パスがまたもや水戸選手のところに入っていく。ここもちょっと中に水戸選手が立ち位置ポジションを取ってきているんですよね。で、ここにパスが通ったら山形はどうしてもディフェンスラインを下げざるを得ない状況になってしまう。シュートまではいけなかったんですけども、新潟は試合の立ち上がりは非常に良かったと思います。山形は山田選手が立ち位置を変えながらトップ下からサイドに立ち位置を変えたらボランチの藤田選手が内側を走ってきてニアサイドに走り込んでいく。これは山形の攻撃のお決まりのパターンだと思います。山形の山田選手がここまで落ちてきているんですよね。これが山形が事前に決めてやっていたことなのか、新潟の出方を見て山田選手の判断でここまで落ちてきてボールを受けて自ら攻撃の組み立てに参加していくっていうことをしていたのかは分からなかったんですけども、山田選手が落ちてきた分藤田選手がトップ下に入っていった時に新潟はマークすることをちょっとぼやけていたんじゃないのかなと思います。で、新潟の篠塚選手なんですけども、山形からボールを奪って篠塚選手のところにパスが来るんですけども、勢いを持ってドリブルして前に仕掛けていかないんですよね。鈴木選手がいたのでお見合いになっていたのかなと思うんですけども、後ろから来た山形の選手にボールを奪われて倒されてしまう。篠塚選手なら一瞬のスピードで前線に駆け上がっていくのが特徴だと思うんですけども、そういう積極性がこの試合見られなかったなと神田は試合を見ていて思いました。で、山形は南選手が縦パスを積極的に入れてくるんですよね。なので縦パスを通されてディフェンスラインの背後もしくはライン間の間でボールを受けられたくない新潟はどうしても中盤ディフェンスラインが下がってしまい後ろが重たくなっていたなと思います。新潟としては全体のラインを押し上げていきたいけども縦パスを入れてくる山形を押し返すことができない。なのでセカンドボールも拾えないという展開になっていたんじゃないのかなと神田は思います。そういったことが山形の先制点につながっていくんですけども、山形のコーナーキックを一度新潟がクリアしていくんですけども、山形の選手にセカンドボールを拾われて国分選手につなげられて、国分選手がファーサイドにロングボールを入れていく。
左サイドバックの松本選手が頭で折り返して、リサロ選手がそのボールにうまくねタイミングを合わせてシュートを打って、まあ、決められてしまうんですけども、その松本選手の折り返したボールを山田選手がちょっとね触るんですよね。山田選手がわざと触ったのかはわからないんですけど、それで新潟の守備陣の反応が一歩遅れてしまって、リサロ選手をフリーにさせてしまって、まあ、決められてしまったのかなと、まあ、改めて映像を振り返ってみると神田はねそう思いました。後半小見選手、谷口選手を投入してから徐々に新潟らしい攻撃ができていたなと思います。このシーンは山形のパスミスから谷口選手のところにボールが行くんですけども、相手にブロックをされてしまう。そのまま山形ボールになってしまい、半田選手にパスをつながれてしまう。ですけど半田選手のところに素早く小見選手がプレスに行って奪い返していく。前半にはなかった即時奪回、トランジションで山形を上回ることができなかったんですけども、小見選手、谷口選手の出場でこういったプレーが多くなったと思います。小見選手の投入で新潟が変わったことは、小見選手がサイドのタッチラインギリギリに立ち位置ポジションを取っていることが多いんですよね。なので伊藤選手の周りにめちゃめちゃスペースができているんですよね。ここでボールを奪い切って秋山選手がボールを持ち出していく。その瞬間に山形の選手は、伊藤がフリーになっていると気づく。秋山選手から伊藤選手にパスをつないでいく。秋山選手からパスを受けた伊藤選手がターンをして前を向いて前線にドリブルを仕掛けていく。谷口選手が背後を取る動きをして、伊藤選手からスルーパスが出てきて、伊藤選手はおそらく海斗くん左足でシュートを打ってというようなメッセージ性のパスを出していると思います。谷口選手はその意図を汲み取って左足でシュートを打つけども、惜しくもサイドネットに突き刺さってしまう。まあ、こういったねシーンは本当にね新潟後半多く作り出していたなと思います。試合を見ていて神田が気になる点がもう一つあるんですよね。山形の選手がここで縦パスを入れてくる。この縦パスに対して高選手がプレスをかけていく。この山形の選手がターンをして逆サイドに展開しようとする動きの時に、ここで秋山選手が山形の選手がターンをすると思って山形の選手に対してプレッシャーをかけに行っていたら、サイドを変えられなかったと神田は思うんですよね。ここから逆サイドにいる半田選手にパスがつながれていく。半田選手から国分選手にパスがつながって、国分選手がここからグラウンダーのクロスを入れていき、藤原選手が加藤選手にマークをついていたから失点しなかったんですけども、危うく山形に2点目を献上してしまうシーンでした。まあ、さっきの篠塚選手、秋山選手を批判しているわけじゃないんですけども、大宮の時と違って新潟の選手の攻撃に対しての勢い、もしくは守備への準備がちょっとねできていたりできなかったりしていたんじゃないのかなと。秋山選手がこの後飲水タイム後に交代しているので、もしかするとこういうプレーが交代の要因になっていたんじゃないのかなと。まあ、ちょっとしたことなんですよね、本当ちょっとしたこと。まあ、一瞬の隙でゴール前までボールを運ばれてしまうので、常に意識して集中してやっていってほしいなと思います。新潟の同点のゴールのシーンで堀米選手がキープをしてるけど、ここで少し溜めるんですよね。堀米選手から高選手にパスを出す。高選手がワンタッチで谷口選手へ出していく。谷口選手から上がってきた堀米選手に落として、再び谷口選手にパスが通る。この時点で谷口選手がゴールに背中を向けているから、ゴールキーパーとゴールの位置は見ていないと思うんですよね。感覚でシュートを打っているんじゃないのかなと神田は思います。天性の点取り屋の感覚で奪ったゴール。本当にね、このゴールは素晴らしい。そして新潟にとったら大きなね、同点ゴールにつながったと思います。今日岡山が金沢に負けたことで、新潟は J1 昇格に王手がかかったと思います。ですけども、次戦仙台戦はかなりね、厳しい試合展開になるんじゃないのかなと神田は思います。なので、山形戦で出た課題を
できるだけこの1週間で修正して仙台戦に臨んでほしいなと思います。まあ、かなり厳しい戦いになると思いますが、必ず勝って J1 昇格決めてほしいなと神田は思います。まあ、どこまで新潟が修正できるか楽しみにしながら仙台戦また応援していきたいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。